俺だって好きで男なんか掘るわけ。掘られた男たちはそのテクをこう語っている。体に電流が走ったようだったと。それスタンガン。そもそも難関中学出身のお前がわざわざこんな高校に入学したのは不良たちを屈服させるための娯楽、陰謀だという説さえある。おい、なんとか言えよ、鉄壁の尻やな。よくわかってんじゃねえか。それは家が近いから。まさか部活にも集会にも参加しないのは。バイトだから。いつも気だるげで目つきが悪いのも。バイトで疲れてるから。その悪の親玉みたいに肩に学ランかけてるのも。サイズが合わないって親に言い出せないから。もう取り返しがつかれ。俺はただ平穏に高校生活を送りたいだけなのに。俺が鉄壁のシリアノなら、毎日違う女抱いてるお前は差し詰め伝説のやりちんってか。伝説のやりちん。悪くねえ。え、こいつ勃起してる。すでに臨戦態勢入ってやがる。お前男抱いたことあんのかよ。シリだろうがなんだろうが伝説のやりちん様には関係ねえな。気に入ってるし。大した自信だ。こうなったら先手必勝。